はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日もね、ホックスフォックスゼロさんからね動画をお届けしたいというふうに思うんですけども、本日のテーマはドラゴンでございますね。皆さん結構ファンの方ね多いんじゃないですかね。ドラゴンってもう私は空の王者だと思っていて、まあライトニングドラゴンとかラバルっていうのもね当然空の強いユニットなんですけども、やっぱねなんかまあドラゴンって風格が違うなとかね、まあそんな風な気がしていて、大好きなユニットのまあ一つであるんですけども、まあ風格っていうだけではなくてね、非常に使いやすいユニットでもあるんですよね。ライトニングドラゴンみたいに、チェーンっていうそのね特徴があったりとか、動きが遅いとかね、そういうとんがったキャラでもないと思うんですよね。そこそこ、まあ早くはないけど、そこそこ動けて、で、ダメージもそれなりに一発一発が重くって、体力もそこそこある。で、このそこそこっていうところが結構大事で、ドラゴンのスピードってそんなに今言ったように速くないじゃないですか。なので、バルーンとかね、ヘイスなんか使ったらバルーンピュ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 ンとこう行っちゃうんですけど、速くないので、比較的ね、そういう速い展開に慣れてない方でも使いやすいっていう特徴があると思うんですよね。なので、扱いやすさっていう点も考えると、まあ、空のユニットの中ではかなりピカイチのね、性能を持ったユニットなんじゃないかなって、まあ、個人的には思っています。今回はね、この空の王者ドラゴン様たちをね、どんな風に使っていくのかっていうところに関してお話ししていきたいと思うんですけども、最近復帰してね、クラクラまたやりだしましたとか、新たに始めましたなんていう方はね、おそらくタウンホール8とか7ぐらいでジョーカーさんとかが動画も出してましたけども、ドラゴン結構ね使ってきたんじゃないかなっていうふうに思います。で、このドラゴンっていうのが本当に8とかね、9、10とか、まあ、9ぐらいだけで強いのかっていうと、全然そんなことはなくて、むしろ今タウンホール12っていう最高タウンホール帯でも、ドラゴンのなんていうのかな、存在感がものすごいね増してるんですよね。で、どういう風に増してるかっていうねところをお話ちょっとしていくと、空ユニットの中でドラゴンっていうのは、さっき言ったようにバランスがすごくいいんですよね。で、それをこれまでは、攻撃面で強化するレイジの呪文バシバシに使ってドラゴンを前に前に進めていこうっていう、まあ、戦術が主流でした。それがね、ちょっとね、今変わってきてます。体力を温存させて最後まで生き残らせるっていうやり方もありなんじゃないのっていうね、発想になってきてるんですね。そこで前置きすっごい長くなっちゃいましたけども、まあ、本日お話ししたいのは、ドラゴンの体力管理に関するお話、あとは、そもそも基本、ドラゴンの使う基本はサイドカットがちゃんとできるかどうかです。この部分にね、関するお話っていうのを中心にやっていきたいなというふうに思います。なんて言ってたらね、もう全部動画終わっちゃいましたんで、もう一回、この要点見ていきましょう。で、ドラゴンをね、使うときに、注目する点っていうのは、まあ、いくつかあります。まずはエアスイーパーですね。で、あとは対空砲。あとインフェルノタワーとクロスボウですね。で、インフェルノタワーはシングルかマルチかすごい大事です。シングルだった場合には、もう一気にね、そこはレイジで突破しちゃった方がいいと思いますし、マルチだった場合には、逆にレイジで突破しようと思っても、多少まあ時間がかかってね、ダメージ食らっちゃうんだったら、その低いダメージを逆手にとってレイじゃなくてヒール使っちゃうっていう話なんですよね。で、ドラゴンってやっぱり動きがねそんな速くはないので、エアスイーパー大嫌いです。で、今回イチさんうまくやったのはここね、茜式っていう、まあ、私ちょっとこの前突破兵器の使い方まとめ出してますんで、もしね何茜式ってっていう人はそれ見てほしいんですけども、エアスイーパーここにあったの全部壊しましたよね。クローンの呪文プラス、突撃艦にレイジかけて、これ茜式っていうね方法でこうよく言われてるんですけども、相手のその中心部まで、まあ、いかないかな、中心付近の施設っていうのを一気に今のような方法で削ってしまって、後から出す、主力のユニットたちのアドバンテージを取っていくっていう方法ですね。で、今それをしながら、ね、この辺っていうのをベビドアでカットしましたよね。ベビで、で、ここはヒーローでカットしましたよね。そういうカットをして、ちゃんとここにドラゴンたちを集結させてから、まあ、散らせるみたいな、
そういうねプランっていうのを今回一さんはちゃんとできているのがすごいなと思いました。ちょっとだけねこれね壁がこう出っ張ってるこの部分っていうのをうまく使ってますよね。そうすることによってドラゴンたちがもう中心部にあったネイグル砲とかね、あと今これ、インフェルノタワーにこうアプローチしてますけども、この辺にこう向かってくれることにより、外周にいるねアーチャークイーンは外から削る、中にいるドラゴンは中から削るというねうまいこう相乗効果が生まれているっていうのが、分かるというふうに思います。この辺ね、あのサイドカット、まあ、これはもう多分8とかでドラゴンやってきた方なら、まあ、おそらく何も言われなくてももう染み付いてらっしゃると思うんですけども、相変わらずやっぱりね非常に大事です。今回のアタックでは、まあ、ここは赤錦でねこうね、あーとごめんなさい、ここは赤錦でこうガスッとねこう削っていったんで、まあ、ドラゴンのねルート、あとここも削ってここはベビーで削ってってこうね作りやすかったと思うんですけども、それをどう序盤で作るか、でその序盤で作る際にドラゴンの天敵になる施設っていうのをどう崩していくか、今で言ったらイーグル砲じゃないな、ごめんなさい、対空砲だったり、インフェノタワーだったり、あとはエアスイーパー、まあ、今回の一さんはエアスイーパーをねターゲットにして、赤錦を仕掛けてねここ潰していったけども、ここのところにも実はね陸のクロスボウがあったんですね。これ対地だったんですよ。対地のクロスボウがあると食い火なんかは使いにくい反面、一転して、ソラユユニット非常にね使いやすくなるので、まあ、そのあたりっていうのもね、これドラゴン使えるのかなこの配信みたいなことを考えるときには非常におすすめです。こうやって回復しながらね取っていくという、手もあるんですけど、一方で次見てほしいのは、もうそもそも完封しちゃおうっていう方法ですね。これはイッチーさんが取ってくるだねアタックになります。フローズンドラゴンっていう名前でジョーカーさんが、動画出していて、ものすごいね視聴回数ついてたんで、これぜひぜひねドラゴン使ってみたいっていう方はもう必見の一本です。ぜひね、転映したジョーカーさんのチャンネルご覧いただきたいというふうに思うんですけども、私もね込みなりの解説をしてみたいというふうに思います。どういうアタックかっていうと、まあ、まずはね一旦流れを見てもらえたらなと思います。非常にシンプルです。ドラゴンのためのサイドカット今やってますね。こういうふうにサイドカットヒーローでやって、こっちをドラゴンでカットで残ったドラゴンをこうまっすぐね進めていくと、まあ、いうパターンでやっているんですけども、このね、ドラゴンたちの、進路にある高火力施設っていうのを、基本全部完封しながら突き抜けていく、まあ、そういう攻め方になります。なんでここね、ここフリーズガン積みしてるんですよね。もうものすごい量のフリーズを積んでるなっていう風に思うじゃないかなと思うんですけども、さっきの攻めではヒールの呪文を持っていくことによってマルチインフェルノとかね、こういうマルチインフェルノとかのダメージを減らしていく方法を取ってきましたけども、今回のイッチーさんのこのフローズンドラゴンっていう方法は相手の、怖いねドラゴンの天敵施設を片っ端から凍らせることによってドラゴンがダメージを受けずにじわ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 こう進んでいくっていう、まあ、そんな戦法になります。で、当然ね、サイドカットもちゃんと必要なんで、ここ、バーバリアンキングがしっかりいい仕事してますね、ここ。彼のね、仕事によって、ドラゴンたちが、こっちの領域にこうね、それることがなく、中にこうね、入っていきながら、攻め進んでいるのがわかるかなというふうに思います。で、ちょっと後でもう一回言いますけど、ここにね、ロックボマーも打ってましたね。まあ、こういう手も使いながら、ドラゴンが、この壁のね、外に出ていかないように、壁の中に、まあ、壁の中にっていうのは要は防衛施設をちゃんと壊してくれるようにね、防衛施設にこうアタックするように、誘導している、まあ、そこら辺っていうのがね、非常にイッチーさんうまかったなと思います。相手の施設を凍らせながら、それそうなところをこうカットしていくっていうね、この2つの技術の結晶融合体、それがね実ったこの全開だったかなというふうに思います。まあ、結構ドラゴン1体って結構ね、まあギリギリだったっちゃギリギリだったと思うんですけども、この戦術ね、ほんとね、極めるとものすごい奥が深くて、ドラゴンが半分以上ね、バッチリ生き残って全開なんてのもさらにありますんでね、面白いですよ。ぜひね、試してみてほしいなと思うんですけど。で、今回ね、もう一回見ていきたいところっていうのは、何が天敵なのってところですよね、じゃあ。何を止めたらいいの？さっきね、私、何点か、この辺の施設が、ドラゴンの天敵だよって言ったのを覚えていただいてたら、ちょっと嬉しいんですけども、エアスイーパー、対空砲、あとはインフェルノタワー、この辺ですよね。この辺を止めていくんですね。今、フリーズが11個ありますよね。
これどこに使っていくかぜひ注目してほしいと思います。まずはエアスイーパー止めましたね。さらに巻き込んでイーグル砲も止めてます。イーグル砲もね結構ね、止めれるのは止めちゃった方がいいですね。序盤で壊せないことは結構まあ確率高いのでこう止めていくのが非常に、であとは対空砲ですよね。対空砲今、こうドラゴンに、グランドオーデンのエターナルトームかかってたんで対空砲これ止めませんでしたけど、ここの対空砲ねこう溶けた瞬間に対空砲を、フリーズでこう止めに走ってますね。でイーグル砲も巻き込んで対空砲を止めてます。今言ったようなねあの怖い施設っていうのが比較的隣接している村にはこの攻めすごい刺さります。なんでかっていうとまあシンプルなんですけど、今みたいにこれみたいにこれインフェルノタワーと対空砲を1個のフリーズでこう止め、これちょっと失敗しちゃいましたけど止めれるよっていう場合には非常に効率がいいんですね。なんでフリーズをどんどん見てください、どんどん使ってますね。こんな風に使ってドラゴンの怖い施設をガン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 止めていく、これがねできる村はこのフローズンドラゴンすげえ刺さりやすいという風に思います。でそこを一致さん見極めて、こことかですよね、ここエアスイーパーとイーグル砲とはイーグル砲と対空砲、インフェノタワーと対空砲、こういうところにしっかりとフリーズをかけていって、主要な施設のタワーを凍らせていく。フリーズをね単なる対空砲1個にかけるなんていうのはちょっとねもっとなくて、それだと今度ねあのドラゴンたちに別の施設がダメージ与えてきてやられちゃいますんで、今みたいに、怖い施設をまとめて止められるそういうね、村を見つけたらこのフローズンドラゴン刺さりますのでね、ぜひぜひね試してみてもらえたらというふうに思います。お見事な全開でございました。はい、というところで本日は失礼したいと思いますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。それでは本日は失礼します。バイバイ。